毎度。今日はいい日曜日やったかな。ジンビームがね、揃っておりますが、ね、今日山行きましてね、ちょっと喉渇いたなと思って帰りセブン寄ったらね、まあ本当はスポーツ飲料でも買おうかなと思ったんですけど、久しぶりにね、これセブンしかなかった、今どこにでもあるんかもわからないですけど、前セブンで買ったこのジンビームとソーダだけで作ったジンビームハイボールね、これはいろんなジンビームありますけどね、これはジンビームとソーダだけっていう純粋なやつで、アルコール度数が 8%、これを久々飲んでみたいと思って買ってきたんですけどね。でそれなら実際ね、このうちにあるジンビームとこの缶と飲み比べてみたいなと思ってやります。まずこれは缶からいって、多分めっちゃうまく感じると思うな今日はな。いただきます。うまっ。この缶に比較しましてね、このジンビームね、黒と白とあるんやけどね、黒の方がいいやつなんですけど、まあ黒と白とまあ半分ずつ入れてみようかな。黒15、これバーボンとしてはこれ熟成する、バーボンは熟成するのがね土地から早いんやとね。いやでも6年も熟成したらもう十分みたいな。いやで表記してないのが多いみたいですね。スコッチはだいたい12とかねあるけど、スコッチに見劣りしてしまうんで、バーボンのいいやつでもあんまりこの年数表記はしてないのが多いみたいですけどね。30cc 黒と白のブレンドです。炭酸水ちゃうな、これ炭酸水の容器に水冷やしとったやつかな。シュッて言わんかった。失礼。あ、かった。あ、これやな。あ、水割りにするとこやった。危なかった。まあ水割りは水割りでね、美味しいけどね。じゃあこの缶のハイボール飲んだ後に、ジンビームね、白黒、白黒ジンビームをいただきます。感じが全然ないんやけどな、これ。もう一回。ああ、こっちだけいっぱい入れちゃったな。今見た？見んかったことしてね。ウイスキーの蓋を、ペットボトルの蓋を閉めます。
もう一回再検証、もうちょっとよくわからなかった、うん、この味に対して。まあ同じような感じですけど、やっぱ微妙にねアルコールの、その濃度が違うと思うんで、まあその関係で自分で作った方がね多分ちょっと薄めなんかな、あの 30cc 入れて氷入れてこれ満タンにして多分 8% までないんかもしれんね。うん、うん、風味とかそういうのはね、一緒だけど、まあ、そういうところね、どれぐらいの濃度で割るのが一番美味しいとかこだわってる人いますけど、まあまあ、両方とも美味しいですね。ただ、もう本当にこの、やっぱりいろんなレモンとかね、そういうの、香料とか混ざってると、まあ飲みやすいのは飲みやすいんかもしれないですけどね、あんまりウイスキー得意じゃない人でも、やっぱウイスキー好きな人はねバーボンとかもウイスキーとバーボンだけの味っていうのはやっぱすっきりして美味しいと思うのでこうやってね炭酸水準備して量るの準備してコップ準備して作ることを思ったら、もうこれはね手軽にしこった買ってきて缶開けるだけで飲めてしまうので、まあジンビームに関してはこれがね普通に買えるならどこでも、うん、別にジンビームのボトル買わなくても俺はいいかなって思うぐらいこれは美味しいと思います。うんね、今日本当はね長渕さんの昔の歌を歌おうと思ったけどね、顔を歌おうと思ったんだけどね、顔の隣に、ね、白と黒があって、ちょうどこれ今ね、あ白と黒やと思って、うん、ちょうど本当これねこの楽譜ね昔のこの剛長渕ハーモニカ&ギターテクニックっていう本でね、これの顔の隣が白と黒なんですよね。やからね、取ってつけて言ってるわけじゃなくて、取ってつけて言ってるって言うんやな、こういうの。じゃあ白と黒でね、白と黒を歌ってみようかな。うん、妙に賢い顔のあんたと話をすれば決まって気まずい妙な風がどっからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのは違うな、変に親しみぶるのは変に親しみぶるの、ああわからんな、近寄ってきて変に親しみぶるのはたうんざりだねぶるのはあうんざりだね。おたく近頃めっきり腕を上げましたねと口先だけの褒め褒め言葉の裏と表の偽善者どもシェイクハンドで待てよろしくと頭カキカキ変に浸しにぶるのはあうんざりだね。だってあんたはおいらのことを嫌
違ってるんだし、だってあんだっておいらもあんたのこと嫌ってるもんね。頭なでなでいいこぶるのはあんた得意のポーズさ。よそうぜ人の陰口ばかりで開けても触れてもはいはいはい、いざとなったらあんたのこと適当になして溝口一発、殴る覚悟はいつでもいつでもあるのさ。これコード譜になって、これコード譜なぞりながら弾くと言い訳ですけどね、難しいね、難しいというか、あのこのコード見んかったらもうちょっと上手に弾けた気はするんですけどね、これ見てあ次このコードかと思ってとか弾くとね、なんか違うって思っちゃったりね。もう長渕特有の癖のある歌なんね、ギターテクニックの歌なんで、これコード譜見るとねかえってわからんね。まだこれやったら俺の下手な耳コピのあの感じでやった方がね良かったかもしれないです。まあそんなもんです。ではでは